今回はガープたちの計算し尽くされた戦闘にあいつの苦労に気づいてしまった読者の反応集を紹介します。ガープの戦闘が見れるぞ。元気だなこのじいさん。軍艦が落ちてくるぞ。泥のクッションとは、ほんとやべえなこいつら。ドプンのフォントがいいっすね。このバリバリはやはりは黄色の覇気か。なおうるけ。確定だな。確定じゃない定期。ウォーターセブンでガープの目の前から飛んで逃げたサニー号を思い出させるな。船を飛ばして壊れるリスクは泥で踏み倒せる、ずるやん。これ多分タイロのことも考えてるよね。軍艦受け止めた粘土をゴーレムにして担がせて走るなり、投げ飛ばさせるなりして海に戻ればいいし。もともとは泥人形で運ぶって想定だけどガープがまどろっこしいわいで投げるってこと何回かあったイメージある。初手これはやばすぎる。いやそうはならへんやろ。なっとるやろがい。軍艦ちゃんと受け止めるんだな。ぶっ壊す前提かと思ってたよ。だって壊したらどうやって帰るんだよって話になるし。入道粘土入道ぐにょのセンスよ。プリンスの素顔公開した後にまた目隠れで描いてくれるの目隠れフェチ的に嬉しい助かる。78歳やでガープ。久々の放出系のロギアかな。入道雲を入道ぐにょにしたのか。沼沼みたい。ガープと幹部組の戦闘は見れるだろうか。ああもう蜂の巣がめちゃくちゃだよ。よかった、帰りの船は無事だった。一方通行かと思った。森屋様も本当に復活して戦ってくれるよね。ナイトメアガープ爆誕。でも海軍側からしたら森屋も捕まえる対象なんだよね。七部会制度なくなったしそもそも七部会降ろされてるし。しかも森屋が海軍に今更協力するとは思えないからな。海軍と黒ひげ海賊団が戦っている今のうちに逃げてそう。ペローナも戦力は情けだから。着地シーン、コートの袖含めて一瞬腕4本に見えた。やめてくれよ。コートの袖が筋肉むきに見える呪いにかかっちゃったじゃん。呪いの電波やめてくれ。そうにしか見えなくなってきた。蜂の巣編続行か。ガープすぐ軍艦壊すからクッション要員で連れ回されてそう。黒ひげ大丈夫。帰ったら蜂の巣さらちになってない。なってる。これロギアなのか、てっきりパラミシアかと。切られてなかったけ、あれ泥人形だっけ。泥人形だと思う。ぐにょぐにょ壊れない兵士作れるしサポート全般なんでもできそうでいいな。原型崩したシーンはまだ描かれてないし泥人間なのか泥細工人間なのかは謎い。この登場だけでやべえ奴が来たって感じでよい。黒ひげ帰ってこないと止められる感じせんなやっぱ。黒ひげも帰ってきてもローとやり合った後だから大変そうだし。クザンどこ行った。粘土ならロギア系ぽいけどねえそれか特殊なパラミシア。ドルドルは熱や炎に弱いけど粘土ってどうなんやろ。ドルドルほど早くなくてもやっぱり熱に弱いんかな。場合によっちゃさらに硬くなりそう。粘土なら陶芸みたいに焼かれてカチカチになりそう。今までドルドルやペロペロみたいな造形系能力者多かったけどここに来て粘土ってシンプルさいいね。巻き壊れるどころの話じゃなくてキサロかわいそう。蜂の巣壊滅。待ち伏せして黒ひげもついでに倒していけ。引きで見ると強いけどやっぱそんなアホほど持ち上げる威力ではなさそうだな原骨衝撃。粘土はむしろ水に気をつけないといけないイメージある。まあ水に強いタイプもあるけど。森屋様とペローナはさっさと離れた方が良いよな。巻き込み攻撃されかねないし。ほろほろ強いとはいえ、逃げ出すのに千載一遇のチャンスではある。言うてここまで来て黒ひげ海賊団が一方的にボコられるだけはないだろうし強盗が優勢なのが逆に怖くなってきた。怯えてるの下っ端だけで幹部のあいつら結局冷や汗一つ流してないからな。海軍と黒ひげに何かないとコビーさらったメタ的な意味がないと思うしこのままガープが一方的に勝ってコビー奪還じゃなくて何かを切るだろうな。今の蜂の巣の最高戦力って多分支流だろ。マゼランと同格らしい支流の戦い見れるのか。一応青キジもいるけどあいつちゃんと戦うかわかんねえよな。クザンがいるかはわかってないぞ。前回の蜂の巣はちょい過去の回想シーンで現在軸じゃないから現状だとクザンはエッグヘッドに向かってる可能性が高い。あれ回想シーンだったか、勘違いしてたわありがとう。キサロ落ちどころによっては金蹴りされて激痛みたいなことになってない、大丈夫。支流がどこまでやれるのか見物だな。チームとしてちゃんと成り立ってるのすごいよ。それはそれとしてガープだけ明らかに火力が桁違いな件について。ガープが強いからガープの火力を最大に活かせるように場を整えるチームってことだな。昔は軍艦壊してたのに配慮できるようになったんだな。よかった。周りが配慮してるだけでガープは特に変わってないぞ。飛んだ軍艦から飛び出してギャラクシーかましただけだから、ガープは配慮してはいないんだ。よかったちゃんと続くんだな。また場面転換されるかと思ったよ。王子、てっきりガープの着地の衝撃を緩和するための粘土かと思いきやガープがそのまま着地して船の保護か。今更だけど強度が78歳のジジイ軍艦なのおかしいだろ。王子めっちゃ活躍するやんもっと技見せろ。黒ひげ郎に勝ったぜウェーって帰ってきても王国予定地ぐちゃぐちゃなのかわいそうで草。
お話的には負ける流れなんだけど、引くほど大暴れして帰ってほしい。黒ひげ海賊団のメインメンバーおらんし、死ゆはワンパンでやられてくれるなよさすがに。死ゆがあっさりやられたらこれでよくインペルダウン守ってこられたなってイメージダウン免れなさそうだからしっかり活躍してほしい。スケスケ使ってもガープレベルの見聞色ならあっさり見つかりそうだな。真ん中のガープの顔怖。ワクワクがあって移動の時間考慮しなくてもいいから、今どのタイミングなのかいまいちわかりにくくなってるな黒ひげ海賊団。黒ひげ本人か九段が来たればどうにかなりそうだけど黒ひげは大老天がどうなったのか九段はそもそも今どこにいるのか。ここまで荒らされたら草炉もしましま能力解除するしかなくなるかね。ピーカの石石とどのような違いがあるのかめっちゃ気になるな。感覚あるかないかじゃない。時系列はナレーションが入らない限り基本はそのまま現在だと思うぞ。惑星の外が黒色とか灰色トーンだとかこの時系列。ガープの着地は自前なんだな。あと途中の剣構えてるガープがすごく怖い。さすがにガープ無双、黒ひげ機関、コビーだけ逃して死亡とかの流れだと思うけどこのジジイ全然負ける気しないな。人質取られて動けなくなるとかありそうだな。ありそう、簡単に背後取れそうな死ゆいるし。ガープが前回コビーは海軍の未来、とまで言ってたし一緒に来てる若い海兵のことも同じようにこれからの海軍を支える存在って思ってるだろうから。人質取られて太刀打ちできずにそのままボコボコ、自分が人質になるからコビーを解放してくれ。ってなって黒ひげ側的にも若き英雄より伝説の英雄を人質にした方が交渉進めやすそうだから承諾してガープ人質展開ありそう。ここまでガープが強いと黒ひげ陣営を応援したくなってくる。動画どうかはまだわからないだろ。しましまでしま全土に感覚がある状態で粘土に変化させられるのってどういう感覚なんだろう。能力の覚醒精度が高い方が通るんかな領域展開みたいに。あれ島を粘土に変化させてるんじゃなくて王子の体そのものからあの規模の粘土を放出してるのかと思ってた。オダッチの中ではベックやハートキッドの部下より黒ひげ海賊団幹部の方が優先度上作中での名前の出し方的にらしいから。ワンパン退場はさすがにない、はず。思えば2年前から10人とかいる幹部全員ネームド扱いってめちゃくちゃ優遇されてるな。シャンクスんとこですら最近になって名前わかったのも多いのに。しましまって島自体を動かせるんだっけ、海軍全軍が島に上陸してたらどこかに動かされてもわからないとかありそうでちょっと怖いな。島自体が動くのってスリラーバークみたい、森屋様たちも活躍してほしい。黒ひげ側の戦力をある程度把握した上で賞賛があるから来てるんだろうけどどうなるのかな。幹部数人怒って多少消耗したあたりで九段と相打ちくらいならあり得る。というかぐにょぐにょすごい便利だな。物質形成パラミシアらしく大量に出せてさらにそれをゴーレムにして軍隊にもできる。ぐにょぐにょってロギア系、ビスビスみたいなパラミシア。今のところ王子本人が変形してる描写がないからロギア系かは微妙なところ。とはいえどっちでもおかしくない。普通にドルドルみたな体から抽出するタイプの超人だって思ってたわ。もしかしたら王子自身が粘土化するもちもちみたいな特殊なパラミシアって可能性もあるし、粘土イコール土って考えるならロギアの可能性もありそう。